い、お疲れ様です。おやすかったりのアンダーラジオの動画になってますけどね、しょうもないの動画をつけていただきます。ピンさんです。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。さあ、今日なんですけども、あ、ピンさんごめんなさいね、あの、僕ちょっと飲み物なかったっすわ。あの、冷蔵庫ですね、スーパードライがあるんです。今日の一杯スーパーで、あ、ピンさんごめんなさい、冷凍庫に俺のだけグラス冷えてんだ。俺のだけ、俺のだけ、ごめんね。いいんですよ、いいんですよ、はい、どうぞ。キリンのタンブラーで、まあ毎回だからいいよ、ね、どうぞ。凍ってる、いや、いいな、キンキン。まあ、やば、じゃあ超うまそうじゃね、これ。そうだね。やば、うまそうだね。今度冷やしてあげようか。まあいい、俺はもう、噛んでいいんですよ。行っちゃった。ギリじゃない？いや、こぼれてる。じゃあ今日もね、お仕事終わりましたんで、勝利の一杯行きたいと思います。ジャッピーさん、今日もお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。この方も乾杯。超うまいんですけど。まあうまそうに飲むね。超うめ。やーべ。あれ、緊急事態宣言とか出てんだっけ？大丈夫なのかな。今日もあのちょっと目いっぱい換気とかね。いろいろ気使っちゃいますよ、本当にね。もうやりにくいったらあれしないご時世にもなりましたけどね。まあね。さあ今日のお題なんですけど、Pさん。はい。参ったなぁ。Pさんは知ってたわと思うけど、薄々気がついてたと思うんだ、Pさんは。うん。うちさ、うん、エアコン壊れてたじゃん。うすうす気がついてたっていうかさ、そんなんさ、2年前から気づいてたんだけど。え、そんなんなる？うそ。一応あのうちはね、このコロナ禍において、まあ営業中、まあお客様も本当もう申し訳ございません。蒸し暑い感じではございますけども、ね、このコロナのこともあってね、はい、換気に気を使っておりますんで。開けっぱなしで、うん、まあ、エアコンを止めてこう、ね、風通しを良くして営業しておりますよと、はい、ちょっと嘘ついております。エアコンが壊れておりますですね。まあ、そしてシーズン2になりましたけど、エアコンなしでね、2シーズン目、そろそろあのしびれを切らしたうちの身内がですね、はい、あのエアコンつけなよと。おお、なるほどねと。おお、まあ、最近、日曜会とかね、あの神さんなんかも集まって、うん、まあ、親族からクレーム来てたんですよ。この店は暑い。ただあのエアコンつけなさいよっつって、まあ、うちの大株主のね、義理母から、はい、オファーあったんですけど、はい、まあ、僕も、まあね、義理母には逆らえないんですけど、ない袖は触れると。そんなギリギリのせめぎ合いをね、大株主とあの会社側で企業側ね、株主総会ではやり取りがあったんですけども、なるほど、まあ、もうしびれを切らした株主側が分かったと、はい、もうこっちで買うからと、はい、いうことで、うん、ラッキー。なるほど、なるほど。しびれを切らした株主側がですね、はい、まあしょうがない、エアコン設置しましょうということで動いてくれたんですよ。で、なんかね、その購入に関してはもう僕一切口が出せないので、で、まあ、例えば買いに行った時にどんなもんがいいんだとか、何畳用だとか、まあ、本当にあのその店の中であの何ペアだ、何ボルトだとか、100なのか200なのかとか、ね、うん、何畳ぐらいだとか、いろいろ電話では打ち合わせいただいてたんですけど、僕口出しできないじゃないですか、うん、でほぼほぼ向こうも予算があることなので、僕の希望なんて多分通らないだろうなと思ったから、お任せします。おで、まあまあ結局、そのね、うちの、その電力とか、なんかそういう条件なんか聞かれればね、あとは室外機なんですよ、置くとこのポイントが、うん、うちの場合、はい、うちが室外機を置けるところっていうのが、ラーメン屋さんとの
狭間にね、そうですね、室外機を無理やり置いててスペースが非常にない、はいはいはい、これはね、僕は常々ずっと思ってたんですけど、まあ、今設置してあるエアコン、まあ、壊れちゃってるんですけど、これがね、設置したのがまあ十数年前になるんで、よく頑張ってくれたなと思うんですが、うん、まあ、その時から、まあ、設置してくれた業者もよく置いてたなと思うんですけど、まあ、非常にそのラーメン屋さんとの壁がスペースがなくて、うん、まあ、こうなんだろうな、熱効率あんま良くねえんじゃねえかなって思ってたんです、うん、冷え悪くないっていうね、うん、ただあの配管の工事してもらって伸ばしたら伸ばしたらね、うん、スペースのあるとこまで室外機を持っていくと、はい、それはそれで冷え悪くなるよって言われて、あ、そういうことか、まあ、伸ばして冷え悪くなるか、うん、この場所で冷え悪くなるか、うん、いやどっちでしょ、冷えが良くならないいやなんなんそれっつって、であの店前に持ってくるっていうのもあったんだけど、はい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 、ここはもう店前に室外局なんで、そんなビジュアルの悪いことはやりたくない、なるほど、だったらいらねえみたいな、本当は欲しいけど店前に室外機を置くぐらいだったらエアコンいらないというビジュアル主義なんで、はいはいはい、でまあまあちょっとこのスタイルでやってきたんですけどね、で今回あれですよ、義理母とかみさんとこう協力して親族がエアコンの購入してきてくれましてね、おいや今日ね、その設置日だったんです実は、はい、本当にもう最近ね P さんと動画撮ってても P さんが汗びしょびしょになりながらここはなんで拷問部屋なのか、ホットヨガスタジオなのかぐらいのさ、そんな中で戦ってきた僕たちですけど、はい、やっと、はい、エアコンがねある生活ができるのかなと思ったんですよ、であのこう神さんからも聞いてたわけです、どんなエアコンが来るかわからないけど、はあ、まあお支払いも済んでて、大手電気屋さんから、はいはい、まあ、下請けのね工事業者でしょう、その方が来るんでっていうことを聞いてたんです、はい、で事前にその工事業者の方から昨日お電話もいただいてましたし、うん、で予定通りその工事の業者の方来たんです、はい、で神さんが神さんと義理母がね、大手量販店で買ってくれたやつを、はい、で下請けの工事業者の方がね、はい、来て、じゃあ、あの設置の方、はい、伺いましたんで、なんつって、来たーっつってさ、Pさん待たせたなっつって、なるほど、つけちゃってっつって、はいはい、なんだけどさ、その若き工事の方がね、あちこちチェックして、はい、ああ、なるほどですね、ここで、いろいろチェックしてくれて、はい、で、見て、まあ、室外機の方チェックしてね。あ、いや、これつけらんないですよ、つって。いや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 、待てと。いやいや、待て。何を言ってるんだね、ちみはと。いや、スペースは狭いのは分かってる。うん、ただ、俺は、神さんから聞いてよ、うん。大手電気屋さんで打ち合わせした時にね。神、はいはい、さん、すごく心配だから、うん、エアコン、その室外機のスペースだけはすごく心配だったから、もう大手の電気屋さんを、はしごしてる。はで、これこれこういう状況なんだけど大丈夫か、はい、いうようなことをしっかりと打ち合わせして、で最初に相談したところ、大手で安かったんだけど、なんかちょっとこうね、いやその条件だと一回現場に行って見積もりを取らないと、なるほどなるほど、で、はいはい、でしかもなんか電気代もねどうのこうのなんて言って、でしかも対応が横柄だったから、うーん、いやここをちょっと信用できないなって思って、うん、神さんちょっとはしごしたらしいんですよ、うん、大きいところ、はい、あっちこっち行ったところ、あの結局決めた大手のその電気屋さんっていうのが、はい、まあ泣く子もだらん、黙るね、うん、はい、もう笑った子も泣き出すという、はいはい、そういうもう誰もが知ってる大手の量販店さんで、うん、はい、営業の方がもう大丈夫ですよなるほど、ツンツンつけられます室外機、え、でも今ついてるんですよね。あ、絶対見ますよ。あ、はいはい、スペースで神さんもちょっと後々トラブルの嫌だから、うん、散々説明したらしい。あ、でその営業の方が、いやいやいや全然だって俺と、いや大丈夫ですよって、であの先ほどちょっとあんまり応答の良くなかった大手さんの話をしたら、うんうんうん、いや、あそこほらあの電気屋さんじゃないじゃないですか、分かってないんすよみたいな話をされたらしいの。あ、神さんね、
やっぱりもう名打ての大手さんだし、ちょっと先に相談した大手さんとはやっぱり電気の専門店具合が違うから、やっぱり大手は違うねと。なるほど。結局その素人さん、まあ大手さんだけど、まあ、結局電気のことは素人だから、やっぱり電気プロは違うなと、5万円ぐらいに差額があったらしい。その大手さんの方がすごく5万円ぐらい高かったらしいんだけど、やっぱり大手の安心感だよねっつって、もう購入して、なるほど、であとは設置に来るからね、はい、僕どんなものつけに来るのか知らなかったし、今日若手の工事の方が来た時も、まあ、どんなものつけに来るのかも全く分かんなくて、まあでもかみさんがね、やっぱり大手だろうということだったんで、まあまあ、でも俺はほら買ってもらう身分だから物になんか文句も言えない、まあね、で工事業者の方が来た時にさ、まあ言うのよ、なんつって、おまあまあ、じゃ あのやってみましょうなんつって、室外機を見てさ、で戻ってきてさ、つけられませんつってそれはどういうって言ったら、ちょっとやっぱりね、室外機をつけるにはスペースが狭いんですって、で、僕その話聞いて、かみさんに慌てて電話したわけですよ。かみさんはそこをもう重々チェックしてるはずだから、つけられないって言ってるんですけど、かみさんに電話したそしたらかみさんが、なんだとバカ野郎ってすぐ乗り込んできましてですね、で、その工事の方と、あとはその、大手の営業の方と、もうすぐ電話でやり取りがあって、いやいやいや、ちょい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 、えらい値段高かったけども、オタク困るでしかしと、こういうのが困るんで、絶対大丈夫だからっつってね、いや現場で、ね、多少あの追加の工事があっても数千円の話だろうという話を僕も聞いてたんで、そもそもその数千円どころかつけられないとはどういうことかと、困るで君しかしっつって、もうかみさんがね、ものすごいやり取りしました。まあそうなるだろうね、俺も笑いながら僕本当にいや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 、でそこで工事に来た人さ、初見でさ、その大手さんがダメだっていうものはつけられないわけですよ、契約上ね、はい、でその方も言ってたけど、その大手さんとの契約がなければ別につけられなくはないんですがっていう話だったんだけど、その大手さんとの契約があるがゆえに設置はできませんって言って、何の罪もない若きその工事のエースが、ここでかみさんがその大元の営業さんと揉めてるのを、なんか申し訳ありませんみたいな顔でずっと聞いてる。なるほどね。でその横で俺ずっと笑いながらもう仕事してる。まあ別にね、その作業の方のせいじゃないよね。ちょっと笑っちゃったんですけど、まあ残念ながらですよ、 P さん、申し訳ない、今回そのエアコンは設置できないということで、なるほど、キャンセルになりました。はい、ありがとうございます。もうね、まあ、申し訳ない、その若き作業員はね、まあだって契約でもらってるから設置してなんぼっていう仕事やってるわけでしょ。まあ受け割りやってるんだろうね、別に個人事業主じゃないでしょ、役割の下請け業者の方なんでしょうけど、一問にもならないことで、まあ自分も言ってましたけどね、いや僕も本当は設置していきたいんですよと、このまま帰ってもお金にならないのでってね、こと言ってました。それ申し訳ないけど、申し訳ないけど、大元の問題じゃんか、そこはね、できもしねえものをできると言って仕事を取った大手がね、悪いわけじゃん。かみさんが、私は悪くないよって言っててキャンセルになりましたけ ど、 なるほど。でその工事の若手もね、いやもうもちろんそこはということで、じゃあ僕はこの辺で引き取らせていただきますということでね、隣でラーメン食って帰りました。なるほどね、手ぶらじゃ帰れねえってことねつってね。もう今日ね、かみさんおかんぶりでしたよ。でしょうね。やっぱもうね、そのもう高くてもやっぱり大手の信頼度だろうというようなことで ね、やったものをこういう適当なことやられちゃうとということで、そうそう、いや大手さんもね、でね、やっぱりかもかみさんとしたら、大手さん、ね、信用してなんつってさ、言ってたのにさ、かみさんも本当もうがっかりして、じゃあ何やねんって。じゃあ結局あれなんだ、バイク大手のバイク屋さんの話じゃなかったね、電気屋さんの話。大手のバイク屋さんに文句
ういう動画なんか撮るわけないじゃん。干されたらどうすんだよ。いや、そうなんだけど。電気屋さんの話ですよ。なるほどなるほど。そういうことじゃないよ、本当に。そういうことね。